バカモン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 ということで、荒ぶってごめんなさい。キューレンジャー玩具はやります。やります。たくさんやります。はい。ということで、まずは最初、ジュージューバーガーということで、最初っていうか、これは明日の放送の時に多分あげるかな、朝にね。ジュージューバーガー。はい。ということで、せっかくなんで、買ってきましたよ。ジュージューバーガー、はみ出てるレタス。はみ出てるレタス。はい。ビッグマックでございます。買ってきました。食べろ。食べよ。めっちゃ食べたい。お腹いっぱいなんだけどね。ご飯は食べてきたんだけど、あー、これの撮影だから買うかーと思って買って、匂い嗅いだら、すごい美味しそうな匂いしてる。さあ、取り出します。もうガシャットはね、いつも通りの箱ですので、そんな細かく見る必要はありません。はい。もうカラーリングが完全にこれですね。もうこの音とかもうなんか、マックの音やん。なんか似てる似てる。醸し出てるよ、マックの音が。ふふふ。てんてんてん、てんてんてんって、なんか全然醸し出てる。ちょっとサムネイル用に写真撮らせてください。サムネイル用にね。なんかうまく立たねえな。来た！オッケー！クリア！じゃあ、ちょっと一旦止めてバーガー食べますね。誰得なんですけども、一応ね、これが見たい方は飛ばしてください。僕はこれからハンバーガーを美味しく作るゲームをね、して、美味しく食べるゲームをします。うわ、家でこんなハンバーガー食べるの初めてだ。iPhone 落下!iPhone 落下三脚から落下いたしました。うん、うまい。うまいうまい。いただきまーす。うん。うまい。うまい。うん。本当にね、ジュージューバーガーは、うまい。ジュージューバーガーじゃなくて、ビッグマックだね。うん。多分、ハンバーガーで一番好きなのはビッグマック。うん。うん。でも、それはマックの中でね。うん。他にもあるけどね。フレッシュネスバーガーが、一番普通に好きなんですけど。まあ、モスバーガーもあるしね。ロッテリアもあるし。ファーストキッチンもあるし。バーガーキングもあるし。すごい。面白いこれ。うん。うまっ。うん。うん。今回はこの船体作るの難しそうだな。赤いタイツだけでできなさそう。
美味しくいただきました。うまかった。すごい大学芋味、めっちゃうまそうこれ。これめっちゃうまそう。めっちゃ高いけどね、店頭価格320円、クーポン使って290円、めっちゃ高え。うん、でもこれ絶対うまいわ。しかもナゲットもタルタルソースと醤油、生姜醤油ソース、これ絶対うめえじゃん。これ今度食べた動画はサブチャンネルに公開したいと思います。マイメロも可愛い、ハッピーセット、トーマスも。パン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 、ダラダッタッタッタン、ダラダッタッタッタン、ダラダラダラン、ダン、ダラダラダラン、ダン、ダラダッタッタン、ダン、ダン、ダン。まずはレベル2。お、すげえ。バンズにレタスにトマトにチーズ、ジュージューバーガー、あ、ビッグマックじゃなかった。どう考えてもビッグマックにトマト入ってねえもん。これはモスバーガーだったなぁ。かフレッシュネスだね。これはミスったなぁ。ミスった。完全にミスった。もう脳内がビッグマックしかなんか言ってなくて。ミスったなぁ。だからビッグマック300円。クーポン使ってね。クーポン使って300円で。フレッシュネスだと確か600円ぐらいだったかな。チーズバーガー。あ、でも、500円ぐらいだったかもしれない。チーズモスみたいなのは確か340円ぐらい。わかんない。くそー、でもこれ絵柄がすごいね。もう一回見よう。絵柄がすごい。これすごいわ。だってハンバーガーだもん。完全に。そしてマイチアクション、変身バカモンを救ってくれるならこれを、これをジュージューバーガー。はい、来た。ジュージューバーガーレベル4。レベル3じゃないんだよね、レベル4。両手にケチャップとマスタードかな、あれマヨネーズではないよね多分ね。なんか両手にここについててピュピュ、足がローラーコースターみたいになっててね、上にヘルメットみたいな、これね、ヘルメットして、で胸部分がハンバーガー。
おお、いい音、今の。さらに、近くにあったから。変身。面白い。これは面白い。バーガージェノサイド。これは面白いわ、普通に。抜けね。すげえ抜きづらい。はい、ということで、ジュージューバーガー。もうスナイプバカみたいに打ってましたけどね。ベベベベベベベつって。で、あの、やっぱ、役者さんとバガモンの関係は完全にネタ界ですね。あんななんかこう、バガモンってなんかなすりつけてるの見ると、笑うしかないです、ほんとあれね。面白かった。はい。ということで、こちら、ジュージューバーガーガシャットでした。それでは、また明日。